うわ、うまい。すげえ。あ、どうも皆さん、こんにちは。今日はリリベラストです。始まってます。まあ、リリーベ最後にしてやっぱりこのリリーベの期間、各チームがスマブラのね修行を、してまして、今あれその集大成をですね、山椒さんと翔吾さんが今バトルで決めようとしてます。本当に現状今翔吾さんが2回勝ってて、山椒さんが1回、うん、でこれでも翔吾さんが勝てば今回のこの武者修行も翔吾さんの勝ち。そうね。武者修行、はい、スマブラ修行勝ちになるんですけど、ここでね山椒さんが追い上げていけたらなおもっといい勝負になりますけど、うわ、あ、これ何？おい、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 ポテトやばい。クリスピー。クリスピー。高井クリスピー好きなんだ。好き。やばい。いっけー。これ何？ポテト。ちっちゃい。かわいい。さあ、先。バランス。コントローラー変わっちゃってるよね。うん。あ、おいや。強いな。うん。先制されてる。強い。俺これいただきます。うん、今翔吾さんがピット使ってて、山椒さんがネッサン使ってますね。うん、選んだ。あ、股間のアップだとすいません。うん、いや微妙ですね。ここで山椒さんも追い上げていきたいところ。今若干ね翔吾さんが優勢ですけど、そこでナイスナイスナイス。そう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 。うん。うまい。ああ取るかん。うわ。チキンいただいちゃってます。皆さん、うん、うん、でもあれ弾かないんだ。うん、届かない。届かないですね。うん、山椒さんがいい距離で打ったけどね。なるほどね。近すぎてたら届くけど。はいはいはい。うん、うん、なんかガードのタイミングが下手くそですね俺。あっ、わあ、行かれる。集中集中。ナイスナイスナイス。うまい。うん、ちょっといた。うまっ、うん、いやー、うまい。飛ぶか、飛んでしまうか。うん、うまい、うまいな。いくか。うん、うん、バット短い。バットが短いんだよな。うん、ナイス。おっと、ここでうまいっすね。いや、わからんな、ほら一旦振り出しに戻り、一気通し、ラスト一気通しですね。うん、逆。うん、そうそうそう、そのジャンプでピッカファイヤー、ありがたい。ナイスナイスナイス。うん、うん、ナイス。うん、あー、あー、おー、やばい。やばい、いやー、危ない。うーん、やばい、おー、おー、そこでも、うわー、あー、翔吾さんのタージアタック。いやータージしかないからね。ナイス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 。うん、いやー、ここ負けたくないな。ちょっとここを決めていきましょう。うん、集中ですね。うん、うん、うん、読み合いが始まりましたよ。
はいはいはい、いやーいった、オッケーオッケーオッケー、うん、まあまあまあ、いやー面白くなってきた。これということで、でもクリスピーってカリカリ感ラス1です。2-2だね。これは決めてしまうのか、さあどうなんだ、どっちが勝つのか。あお互い2-2でもうラストです。これが次が、はいはいはい、うん、よっしゃよっしゃよっしゃい、はじめよう、かはい、あがれ。いやちょっと僕も海星龍の元でやってきたんで負けれないですよ、でもいい成長見せてますよ、うん、本当ですか、はい、やっぱね前回のリリーベからねスマブラをやっぱ同時期にやった2人っていうことで、そうだね、本当にこれは因縁の ねバトルなんですよ。おお、うん、うまいな。でやっぱり前回のリリーベは僕がショウゴさんとかに教えてた時もありました。まさかが厳しいですよ、ね、うんうん、いや朝からだったよ、危なかった。やっぱ今回のリリーベはショウゴさんのチームには海星さんとリュウっていうね、いやいや、うん、ランページのやっぱ強敵たち、あとリクさんもいるんで、リクさんとカラフルさんも結構やばい、しっかり揉まれてショウゴさんも強くなりまして、はたまたショウ…あの…ショウエイさんじゃないか、強すぎて山城さんは、まあ、僕との…おぉ、あぁやばい、ありがとう、僕との一緒のチームだったんで、うわ、僕とね結構あの…勝負したりとか、あとはオンラインでね結構やっぱこう強い敵の方と戦わせていただいて勉強させていただいたんで、結構動きとね練習にもなりましたね。うん、でも俺に負けた、強いですね。やばいやばいやばい、おめでとうございます、戻った、おい、踏み出しに入った、しかも 1% で戻してる、うんうんうん、おうまっ、お互いうまい、うん、殴り合ってますね、お互いうまい、うん、殴り合ってね、うん、まだ焦るダメージじゃないんで、お互いインファイトしてますね、うん、結構近い距離で、いや、うわっ、強い、浅岡、はい、先生先生、これは鈴木隆秀先生のおかげでございます。うんうんうん、執念のジャック。いいですね、一歩下がって。うん。バックステップバックステップエースです。セコンドが。最後の一気にまた出てきたセコンド。やばい、浅かっすね。うん。うん。うん、うん、上からそういうのは打ってく、イエスイエスイエス、追いかけて追いかけて追いかけて、うん、ナイスナイスナイス、イエスイエス、真下からイエスイエス、真下に入って真下に入って、イエス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 、それしっかり回避していきました、そう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 、惜しい、回避してからのゴー、よっしゃー、空中空中から、そう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 、追いかけて、ナイス、そういうことそういうこと、よし返した、これでこっからいきましょう、頑張って、そうだね、セコンドでなんとか一気、セコンド大事やな、言葉で導くのやばすぎる、落ち着いていきましょう、落ち着いていきましょう、うん、うん、TK ファイヤーのタイミングうまいな、ナイスナイス、うわぁうまいな、これこれは回避だよ、うまい、あナイト勝ちました、いや嬉しい、あ大丈夫です、ノーセンキュー、うわー、いやー決まりました、ついにこの勝負の決着がつきました、こんなに熱くなる、皆さんたくさんのたくさんじゃあたくさんの大きな拍手をお願いします、どっちだ、まず最初こっち、そうですね、あ確かに、いやーケンタさんと相性が悪いんだな、はい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 、やって勝者が2連敗中だから、勝者がそっか、そうですね、ケンタさん勝った場合山椒さんとやって勝った方がチャンピオンってことですね、あそうだ、そうかそうかそうか、でもケンタさんがもし山椒さんに勝った場合か、山椒には一回も勝ったことないな、あ、やっぱそうマジか、ちなみにね、あ、で、ショウゴさんが勝って山椒さんにケンタさんが負けたら、あ、なんかまたいろいろそうだ、山椒さんって勝ったら、
統一だ。面白くなるわ、うん、最終対決ぐらい。うまっ。あれ何チキン、なんかおかしい。えん、おかしい。ちょっと待って、苦手だじゃん。いや、そんなこともないですよ。おかしくないよ。いけました。大丈夫、大丈夫、いけた、大丈夫、うん、ここの対決好きなの。うん、いやー、ケンタさんも上手い。ここ同じチームだったんで。あ、はい、はい、結構手の内が両方分かっちゃって。そうそれを踏まえて、どっちルキナ。ルキナでもオンラインで使ってる人多いっすよ、うん、めちゃくちゃ多い。火力あるし、ちゃんと強い。そしてケンタさん、もう一個の方出してもいいっすよ。次、次、あれ、あれ、うん、うん、もあっちの方がぶっ刺さるかもしれない。うわ、ん、怖え。これ勝ったら、だから山城さんには新キャラでいったわ。うん、やばい。うん、うまい。もう一体、実は手の内分かんない方が強いと思う、うん、うん、そうだね、確かに。あ、これができないんだ。朝はかだ、朝はかだ、朝はかだ。いや、これはもう返す。お、いいっすね。気持ちがなんかもう変わってる、うん、マインドが、うん、すごい、やばい、朝が、うん、ちょっと、いやでもな、これは、これはあ、でもまあ3回やる、3回やるんで、うん、全然全然、それはね、いやちょっと朝はかさんだな、確かに。ちょっとここの辺でインスタライブしてるよ、してますよ、してますよ。最後なんで爆発して、でも、うん、すごい、やっぱりやる気となんかそのマインドがもうやっぱ変わってるんで、そうそう、はい、後悔がないとね。なんならまあでもちょっと持ってかれたかも、うん、やっぱね、人って後悔とか挫折がないと頑張れない。エモい、エモい。人はそう、後悔挫折があるから頑張る。うん、うわー、まあまあまあ、でもワンチャンまだありますから、翔子さん諦めないければ。諦めないで、うん、ナイスナイスナイス。あるからビビっちゃうんですよね。うん、確かに上手に上手にいかない。あ、あ、あっさー、まあ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 、一生もうあげましょう。うん、うん、まず1ね。まあ、今の上手的には気にしちゃダメです。そうだね、ちょっと気づかないわ、すでに。うん、わかりました。この場合は一生死ぬんで、ちょっと OK、 そう、ピリオリラピラ。いやー、ちょっといい。俺2人のコーチだから難しいよ、両方ね。同門対決だ。同門対決なんで。一生あげちゃったのは結構。まあでもちょっと気になる。こっから、こっから。こっから、こっから。マチ。真っ赤？あ、焼けましたね。昨日のエグザイルカップで。はい。焼けました。最後のだって一番やる気あったのケンタさん。どうしようと。赤くなっちゃった。本当のセンス高いですよ。うん、高い。入りからね、もうなんかセンスは見せてきた。うん。さすがです、皇帝をね。皇帝陛下はさすがでした。私褒めてなんか怒られないようにしてる。あ、飛んでくるからね。あ、飛んだんか、うん、いやー、うーん、ダイエット2個しかないし。余っちゃうね、申し訳ないもんね、しかもね。この崖際のケンタさん、本当に。いや、強いですよ。一番きついんだな。武器には本当強い。強みなんですよね。ああ、うわ、うん、かっこいいです、皇帝。マジかっけえっす。かっけえっす。落ちちゃったな。いや、これで飛ばしたっす。え、崖際、うん、一番気持ちよさそうだったの今の。うーん、ナイスナイスナイス。うん、うん、あれ、なんかやっぱおかしいんだ。いや、それは人は言わという。そうか、高井はもともと師匠だよな。そうです、そうです。ちょっと翔吾さんの執念も出てきましたね。あれ、おおっと、一旦振り出しに戻りましたね。手汗、うん、手汗かな。おお、熱い今のは。何それ、カウンターと一緒に、うん、でも入ってコンボ的にはピッとが強くて、うん、やっぱ本拠は超えれないですからね、なんでもかんでも、うん、強いわ。うわー、いいっすね。執念がすごい、執念弱が強い。ナイスナイス、これやばいな、面白い、うん、いいバックステップ。
いいバックステップ、うん、あ、ほら欲しい手汗が染み込んできたよなんかあれが何ですか。うーん、いいです。うわ、うまい。剣が長いんだな。うん、そうね、ルキナはね、剣長い。いいバックステップバックステップ俺結構ちゃんとなんか吸収してるんすね。ナイスバックステップ。なぁー、俺の戦い方に似てる。なんかもう、なんか火力高い。ちゃんと落とし込んでる。確かに後ろに下がる。高い出のルキナと海星さんのステップが融合してる。うん、さすがよ。うまーうまつみだ。これですね、バックステップ。うん、それあ、うわぁ、やばいよ。一通り入れてる。惜しかった。いい。まあ、それ強いしな。焦らない、焦らない。おい、いるね。いい、うん、いやすごい。うわ、火力がやっぱ、うん、いいよね。おい、ナイス、ズッキー。危なっ。きついこら。あーい、あー、頑張れ、帰ってこい。投げた。はい、あー、これはいいかな。これは危ない。これは、いや、相性だな、めちゃくちゃ。まあ、あるよね、本当に相性はある。足で戻るのは、なんかできるだけ避けたい。この人に勝てるけど、この人に勝てないのは、ね、全然あると思う。よっしゃー、ナイスナイスナイス。まあまだ、うんうん、やばい。オッケーオッケーオッケー。はい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 、うまい。なんかまあうまいな今の。この崖っぷちがねきついんだよね。いやでも腹筋すごく良くなってますよ。素晴らしい。これはやばい。おー、ナイスナイスナイス。そうですね。うん、うん、あ、後ろ取られたきつい。若干押されてるんですけど、まあこっからでも押し上げる。危ない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 。ナイス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 。うん、そっからそっから、うわー、ナイスだな。急に急に出してないやつ出した、最後の最後に。うまいな。いや今のはしょうがないです、予想できない、うん、今のうまい。いやー、え、今のやばい。よくあれで、うん、出してなかったっす、ね、うん、ずっと。え、でも山城さんに勝ったことないですよ。ない。もうそれが欲しいんじゃない？だから相性だよ。あー、属性ですよ、まあ、ワンチャンキャラ変えたらあるけど、もうちょっと賭けやな、今に変えるの、うん、勝負の。で、山城さんの場合はインファイト型なんですよ、近寄らないと。あーね、なんですけど、ケンタさんの場合中距離なんで、技の前に剣が届くんで。でも、あん、意外と同じですよ、マルシとルビナ。いや、カズヨさんはやめてもらおうか。いや、あれですよ、ニュー出した方がいいです、あの、あーえ誰ですか。ニュー出した方がいいです。うん、あ、ゴー、ナイス。みんなステップもそうやし、ジャンプが上手くなってるよな。ジャンプで避けたりするのがちゃんと空中回避とかもね、使えるようになってるからすごいんだよな、うん、吸収してるな、ちゃんと。そこで上に出せる判断もいい。うん、上と上が結果見です。あー、惜しい。でもいいっすよ。すごい。あー、それダメ。あー、それがダメか。これがあんま良くない。あんま良くないね。バックステップで避けられるんで、避けられちゃう。相手の方が早いんで判定が。なるほどね。そうですね、そういう感じで戻って、うん、反撃タイミングを伺うしかないです。うん、あー、うん、ナイスナイスナイス。スーパーマン、スーパーマンですね、それは。なお、あのやり方ありかも。ありっすね。うん、おとり、うまいうまいうまい、おとり弓矢みたいな。うん、うわ、そっか、ピットの弓って自分で操作できるのか。そうそうなんだよ、強え、そう考えたら。うわー、そこは先生、健太さんまた取っていく。ただこっからね、一旦ナイスナイスナイス返すね。うん、あ、もちろん、これはちょっとね、自分のね、ミスですけど、まあミスも実力の一つね。楽しいね。うん、まず考えろ。あぶろ、あぶろ、うわ、くそ、恥ずかしい。ゴミ箱ないよ。あ、あるよ。
邪魔しちゃってたら申し訳ないです。あー、あー、そうか。いやまたやっちゃった。え、まだやっちゃった。 30% で落ちちゃった。フライハイ。うん、いや早いな、ルキナ。ね、いや、ほんまになんか、ケンシタさんとの試合が、うわ一番やりづらいな。そうなんだ。来た。うん、お互いいい駆け入れてる。うまい。これ、乗りにうまいです。うん。いい判断。あー、くそ。うわ、うまい。スラッシュアッパー。たまに出すと、ね、うまいだろ、それ。エロ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 。うん。うわっ、あー、危ない。ラッシュ、ああ、はい、俺だったらラッシュ、ラッシュでも、うん、課金半あの、あれなんですけど、うわ、カウンター来たら一発で自分も飛ぶんで、うん、確実なタイミングじゃないと危ない。食べてる意識ある。おっ、おっと、わかんない、わかんない。おっと、ナイス。急に入りが良くなったな。うん、ああ、はいはい。いや、やっぱ、うん、そこね、そこね、セコンドは大事やな、結構。うん、相手が狙ってるところを狙わさないと。早い。そうそうそう、そこね、気をつけましょうね。はい、さっき上でやられたんで、上に行き過ぎる注意ですね。そう、いいじゃないですか。うん、ありがとうございます。うん、うわ、ちょっとわからんな、これあるぞ。ジャブジャブです。落ち着いて、落ち着いて、落ち着いてね。はいはい、そう、どっちもね、落ち着いて、うん、うわ、うん、これがあるから面白いね。うん、うん、うわ、よーよー、帰ってきて。ナイス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 。そう、追い出す、ノー、まだ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 、落ち着いて落ち着いて、そうそうそう、読まれてたか。おい、ナイス。はいはいはい、はいはいはい、なあ、うまい。やばいやばい、ラッシュ狙いましょう、どっかでラッシュ。うん、ニットじゃない、ニットか、まだ、あ、これきつい。うわー、うわー、やばい、一緒、なんとか一緒、おもろすぎる、やべやべ、あ、ありがとうございます。なんとか一緒、ナイスナイス。やばいやばいやばい、おもろいおもろい、やばー、熱っ。テレビで見たい、テレビで。セコンドパワー、いや、セコンドパワーめっちゃある。いや、うまいな。そしてまだ続きますよ。そっかー、そうですよ。2-1ですね。2-1です。こっからもう本当に連チャン3連勝ありますから。それではこれで返された。そうですよ、僕、翔平さんに2-0からね、2-3に持ってかれた。今ランページの上限は海星さん流、今翔平さんになってますから。僕1個落ちて、山翔さんがさっきの戦いもそうだったんだよ。あ、そうそう、さっきはね、翔吾が2個取って、確かに、確かに、何でした2個取ったから、ドラマあるな。ここからは全然ありますよ、全然あるんですよ。そして2-2になったら、レンタル勝負ですかね。確かに、結構メンタル勝負、マジでレンタル勝負です。ナイス。食べにくい。いいんだね。うまい。うん、あら。あ、おら。あ、この。コントローラー。手汗でコントローラー壊しました。いや、なんかこれ、あの、あれが反応が悪い。あの、あれどうっすか。十字コン。十字コン。多分。ランベにあるスイッチ一番新しいですよ。違います。この前買ったわ。この前買ったわ。リリーベ中に買ってますから、これ。あ、あれ。待って。うん。お。食べに。これワンチャンあるな。いやですね。バックステップをやるんだろう。おお。後ろ取ってくる。アーカイブね、アーカイブこれもちろん残しますよ。最後に健太さんキャラ界のワイス。ね。
確かにな、キャラ替え結構しんどいっすよ。いや、そうやられた時戦術の一つなんで、うん、分からないから、本当に。ああ、うわぁ、1、3強い、強い。これ、読んできてるな、動きをバックステップを読んできてる。さすが、うん、戦術戦術師ね。僕はもう距離感の確かにね。ちゃんと翔吾さんのキャラができてますね、これは。距離感をね、掴んだ方が勝ちだ。うん、はいはいはい。いいっすよ、落ち着いて。あ、間違った。あ、あ、あ、おーい。うん、はい。うわー、たまに来るこの目出しちゃった。うまい。あー、カウンターか。うん、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 ちゃんと、うん、うん。あ、待っちゃった。いや、全然。いやいやいや、んやばいかも、それは。うえ、さあ、ごめんごめん。はい、はい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 。ジャンプ早い。早いな。それをどう攻略するかで、いや、あ、待っちゃった。また変わってくる。はいはいはい。ジャック落ち着いてる。おお、今危なかった、ね、ワンチャンあったね、今浅はか。カウント。いいよ、よし。本当ね。来たよ、これ。うん。しゃー。はい。二まで持ってきましたよ。もう次ラストですよ。さあ、どうするの、このキャラ変えたりするん？変えたりはするん？変えよう。変えたりはするん？あれ？これレッドコース。え、そっちに行きます？うーん。あ、健太さん、フォト。ありがとうございます。カズヤは…カズヤ？わからんな。あ、そっか、これの人か。お、そっか、怖っ。火力お化けなカズヤさん。あ、それ逃げれるんだね、カズヤぐらいになると。あれ、エロコーラがある。あれ、最後まで来るわ。うん、きつい。でかいな。でかい、でかいって一発がすごい。おお、何もカウンターす。うわー、これきつい。一発っすね、もうここまでいった。うわー、それか。ごちそうさまでした。じゃあ、カツさん、カズエ D はあれ、つかみ強いですからね。きつい。いやー、もうつかみ強いですからね。カズヤさん強いな。危ない。うわー、はい、ミドル。うん、いや、あれ前蹴りとかめっちゃ。おお、決めてく。はい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 。一旦ね。おお、そう、強い。それ掴む、よく掴みましたね、今空中で。一旦振り出しに戻りまして。うん、うん、前蹴り強い。前蹴り強い。前蹴りきっつい。そうなんですよ、マジで。近距離戦になると、カズヤさんマジ強いっす。うわ、やばー。やばい、やばいな、ちょっと待てよ。やばい、やばい。マジかよ。いや、落ち着いていきましょう、落ち着いていきましょう。はいはいはい。何かを変えないと。落ち着いてこ、落ち着いてこ。うわぁ、きつい。このコンボ入るのはきつい。危ない、危ない。ナイスキッキー。はいはいはい。あ、あ、戦いの途中でも。いや、多分途中抜けましたね、後ろに。なるほどね。うまいな。ナイス。うまい、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 うまい。うわー、重たいね。重いっすね。一発が。一発が。あ、まあ、打ち負けること多いですね。その前に。きつい。いや、うまい。早い。あ、危ない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 。ちょっと待って。緊張する。やばいって。ナイス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 。うわ、抜けれんだ。危ない。うまい。うお、うわい。
やばい。ナイス。ゴー。ちなみにこの赤い時めっちゃ強いですから、気をつけて。火力バケモンじゃない。やばい。まあなんかドキドキしてる。うまい。ちょっとドキドキしよう。こっちまでめっちゃ。しかし山下さんもう一回ありますからね。いいよー。跳ね返してくる。でも危ないな。でももうちょい。エネルギーチャージね。いやー面白いなこれは。いやーいいねー、熱いとこ。じゃあ小休憩で俺と高木一戦やる。はい、はい、先生、師匠戦震えてる。いや、私震えるっすね。震えるんだよ。終わった後いや、なるほど、ブルブルってなるよ。定位置があるんで、俺は戦う定位置が。いや最後でもルキナで来てたらいけてたけど、ね、いやルキナはいけ、確かにもう動きを。俺はさっき空に2機残しで勝ってるんで、そこを踏まえて高井がどう出るか。いやそれ負ける。いや、それ届かんし。惜しすぎやろ、今の。いや、外したな。さすがレッドボット、かわいい。逆だ。あ、うん、大丈夫です。俺は。ゴいかんかいね。それはまだいかない、100だもんって。あ、間違えた。つきないんかい。行けない。それだ、うまい。まさか、それは危ねえ。俺もおはよう。あーあー分からんな、まだ。あのもここ降りちゃう、そこはだよね。当たらんか、それ。いや、それ2個じゃないんか。いやー結構いい熱い戦いしてる。熱かったな。お互いどっちか分かんなかったですね、最後まで。カルデラさんいなかったら死んでたな。いや2発完、ね、全に、はい、ルピナはもう。いやー打ったろ今逆。俺の前蹴り。はい、そうだね、そうだね。熱い戦いだぜ。うまいなーそれ。はい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 。ねえ、なんか龍が寝ながらメイク直してもらって偉くなったな。偉くなったな。寝ながらメイクを直してもらってます。わーそれ、あぶね。それ当たらん。今のバックステージか。一番いいタイミングでやります。いやーよいしょー、飛ばないか。耐えるよ、それ3発って教えてもらった。はい、それ負けるんか。あいやー2機残し。あ悔しい、悔しい、悔しいな。終わった。いやー、ちょっともう一回やりましょう。なんで、違う、決勝があるんだ。先決勝してから。まだまだまだチキンタイム。まだっすか。いや、もうあと1回。悔しい、高いね。くっそー。
めっちゃめちゃボコボコにする。悔しいな。じゃあ、まだ一回行きましょう。行きます。いや、長いじゃん、一戦。もう。いや、でもやっぱ強いな。ちょっと嬉しい、でも。久々にこうして。いや、上には上がいると。高井は空がそう一番疲れるんですけど。強くなったもんな、でも。そうっすね。いや、長っ。それ長いんだよ。これ、食べれる。レスクジューずっとやってたもん。8時間ぐらいやってたんだよ。レコーディングの時だ。確かに。マジやつ。いや。うまい。うん、いいよ、その先。いやー、それ食らっちゃうんだよな。はい。はい。な、それさ、ガードしてんじゃん。早いね、それは。いや、届かない。おお、大丈夫です。これだとこうなる。それがね。いや、よいしょ。いや、当たらんか。あ、やばいやばい。これバックステップ。あー、いい。どう。あ、やばい、もうそれ掴めなかった。降りちゃう。何も多分落ちたんだ、これ。それこう。やばい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 。バー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 。うまいうまい。あの、辛いソース。うわ、危ないね、今の。よいしょ。いや、なんで寝る前とかも結構全部起きちゃうの。今年の天気は違う。逆になんか、こんなになってもらったまで近いね。いや、あったな。そんなぐるぐるさ。いや、違うじゃん、こういつこれじゃないの。はい、やばいよ、来るよね、上から。つえつえ。それまずい。怖いね。分かんないんだよな、戦い方が。いろいろ変えてるもんだって。いや、入っちゃった。大丈夫。いやー、入るか。下まで行ったのに。うわー、しょうがない。いやいやいや、でももうしんどいっすね、ちょっと。いやもう始まってますね。いや、40万人も見てたので。40万人すげー。ありがとうございます。見よう皆さん。うまいな。うまい。41万人増えました。うわーい。ありがとうございます。うまいな、これは。さあ、3回目の2キロ越し。いやー、まだまだ壁がでかいな。壁がでかいな。来た、決勝来た。期待ありますよ、皆さん。またね。2キロ越し。いや、素晴らしい。ありがとうございます。素敵だわ。スーさん、まだインサイドで。あ、しますよ。あ、こっちに、じゃあ、あっち行ってって言えばいいんじゃん。じゃあ、あれ流す？今、ステーションヘッドしてるので、ステーションヘッドの方に流れてきて。はい、ステーションヘッドの方に皆さん流れてください。ぜひ、お願いいたします。一回もルキナで勝ったことないから、ルキナ使わない方がいいな。じゃあ、皆さん、バイバイ。しかも今ので手の内バレてるやん。